島間港は鹿児島県熊毛郡南種町にある地方港湾。鹿児島県が管理している種ヶ島南部の島間先の北東側に位置する港である。1953年4月1日に港湾区域の指定を受けた。1969年10月に宇宙開発事業団の種ヶ島宇宙センターが開所、最寄りの港湾となった東港は 陸揚げ港として整備された。高速法の適用港で港湾区域は島間港沖き棒波堤東大から198度30分720メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面と定められている。種子島への主な航路は北部の西の表港を発着するが、口の選ぶ島、薬島と種子島を結ぶ薬島町の町営航路は 東港を発着する。また、種が島宇宙センターから打ち上げられる HEA、ER、ロケット HIIB ロケット及び搭載される人工衛星は、海上輸送された後、東港で陸揚げされ、陸路で宇宙センターへ搬入される。2015年度の発着数は642隻、利用客数は4304人である。港湾統計国土交通省、2016年。 https://www.e-stat.go.jp:/stat-search/files。ッページイコール 1&、統計イコール 00600280&、期間イコール00600。2017年4月16日閲覧。ありがとうございます。